東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会によりますと、現在、男性6人で構成されている副会長に加え、多様性の尊重を推進する担当の副会長として、荒木田裕子理事が就任することが明らかになりました。組織委は、これまで女性の理事の割合を40%に引き上げたいとしていますが、 今日の理事会で、理事の上限を45人に変更した上で、12人の女性理事を増員するということです。関係者によりますと、新たな女性理事の候補に元マラソン選手の高橋尚子氏や、パラリンピックの元アルペンスキー選手の尾形邦子氏が挙がっているということです。組織は、明日開催する評議委員会で新しい理事を決定し発表するとしています。